南シャチバナナ畑奥の高所の場第1番目の着火のドワーフナンワーですが、ちょっと黄色っぽくなってるところがありますね。今だそれを取るわけにいかないので、次来たらよく見て収穫期を判別しなきゃないですね。9月中旬から下旬ぐらいの収穫とすると、和歌山県でなら、まあ、かなり早い時期の収穫になりますね。2番目の開花結実はそちらですね。で、3番目は前回修正した見立てのように、そこにつぼみが上がってきてますから、まあこれはいけるでしょう。11月中下旬から12月初めには収穫できるタイミングですね。ただ4番目のがまだ縮小葉を出してるんですね。これね、真ん中ちょっと他の葉っぱで見えないかもしれませんが、これですね。これはだいぶ遅れてますね。まあそんなこと言ってもしょうがないですから、任せておくより他ないですね。この花茎節孫などを経てきた島バナナは、沖縄にいた頃やんばるに行ってある方に食べさせてもらった小笠原主としての島バナナの非常に小さい実、小ぶりな実に似ていますね。まあ、これは、シャチで分かりにくいんですが、花茎がおそらく、花茎高が2メートルぐらいで、島バナナとしては極端に草丈が低いですね。で、小株も出てきているので、これはこの場で栽培を続けていって、いつまで小ぶりな実、普通の島バナナよりもずっと小ぶりな実が収穫できるかどうか見ていって、まあ、それを固定させられれば、小笠原種島バナナの元の形に近いものを復元できる可能性がありますね。また雨ですね。高所の方から低い方に降りてきて、低い方で最初に結実したナンワー、ドワーフナンワーですね。と、その下の下の段にミャンマーがあるんですが、葉っぱが一枚邪魔ですね。邪魔って言っても撮影に邪魔なだけで。バナナにとっては大事な葉っぱですけど、まあ、これも倒れないでなんとか持ちこたえてくれましたね。ここから垣間見えると思うんですが、アワックですね。アワックは心配してたんですよ。もしかしたら倒れてるんじゃないかと思いましたが、持ちこたえてくれましたね。山の方は台風9号10号の影響は、まあ、ほとんどなかったみたいですね。助かりました。尻餅をついて倒してしまったドワーフナンワーはほぼ直立してきて、シャチとしては直立してきて、小株が1本2本出てきて親になってくれたんですね。
まあ申し訳ないことをしたとは思ってますが、しっかり立ち上がってくれて嬉しいですね。